主帝岩根津のねぐら、その酒場に向かってみましょう。そこまでなら私が案内できます。道のわかる人がいると助かりますね。はしごですね。移動に使えます。思わぬところに行けるかもしれません。なんだか不気味な暗闇ですね。
した。我らには戦の加護がある。やっぱり各社様、見事な腕です。暗礁を明かりもなく進むのは危険です。ここで素材ですか。そろそろ荷物も心配かな。今気づきましたよ、重量方ですね。お困りでしたら私が荷をお預かりしましょうか。すみません、よそ見しがちなもので。待ってください、早すぎです。遅れないようについていきましょう。と思ったんですが、即位の宴で受けた苦しみ忘れはしません。我々ポーンを操る術、なんとか秘密を解き明かしたいものです。この空間のつながりややこしいですね。どこかを見落としてしまいそうです。各社様を迷わせるわけにはいきません。覚悟していきましょう。そばに戻るんですね。了解です。ついでに言っておくと、見てください、女性ばかりがこんなにも。とはいえ皆個性はバラバラですが。
んな夜空ならずっと眺めていたいですね。そうやって上ばかり見ていると転びますよ。ああ、そういえば異界ごとにマスターの好みも違いますね。獣人ポーンを好むノッカーの姿を確認。こいつに炎はあまり効かないですね。文字が読めます。何の情報でしょうか。読んでみましょう。今日も一日いいことがありそうですね。やることはたくさんあります。すっきりしましたね。野営の必要はないですよ。我々は元気ですから。慎重さは確かに大事ではありますが。
指定岩根津のねぐら、その酒場に向かってみましょう。そこまでなら私が案内できます。心強い誘導です。任せました。敵がいます。強いられましたね。同じ過ちは犯さないようにしたいです。指定岩根津のねぐら、その酒場に向かってみましょう。そこまでなら私が案内できます。心強い誘導です。任せました。よほど行きたいところがあるんですね。わかりましたよ。ここは各社様の意志に沿いましょう。それが従者たる務めです。役立つ素材を得られる場所ですね。得て損にはならないでしょう。ベニーハッピー、毒を持った敵です。こいつには炎攻撃に効果的です。油をかぶってしまったら炎に注意して。思ったんですか。
ますよ。了解しました。厳しい局面をよく切り抜けられました。各社様がいてこその勝利です。バタルにも目立つゾーンがあるようですね。行けば詳しく調べられそうです。私がお守りします。
主帝イワネズのねぐら、その酒場に向かってみましょう。そこまでなら私が案内できます。道の分かる人がいると助かりますね。仲間が特に箱がありますよ。近づくにはどうすれば。ここで素材ですか。そろそろ荷物も心配かな。敵が現れました。各社様の荷が重くなったときは私にお任せを。荷物整理の特技で他のポーンに持たせますよ。これは自信を持って良いと思いますよ。これに慢心せず次に備えましょう。私の出番ですね。いっぱい取りますよ。こんな時にすみませんが、見てください、女性ばかりがこんなにも。すごいですね。個性の力です。主帝イワネズのねぐら、その酒場に向かってみましょう。では私についてきてくださいね。心強い誘導です。任せました。
ここで素材ですか。そろそろ荷物も心配かな。敵がいます。仲間が毒に。敵から離れて回復魔法を使います。少しお待ちを。そう、その話で言えば、見てください、女性ばかりがこんなにも。とはいえ皆個性はバラバラですが。あなたは。さては各社か。警戒する必要はありません。私はメネラ、女王様に使える兵のまとめ役を担っています。立ち話もなんですので、続きは酒場で話しましょう。文字が読めます。何の情報でしょうか。読んでみましょう。そうだ、寄り道しましょう。例のあの件ですよ。この国の民はポンドも毛嫌いしています。特に首都には足を踏み入れることすら許されません。原始たるナデニア様もそのことには頭を悩ませておいでです。何分古くからの慣習で簡単に覆せるものでもありません。首都の外にポーンたちの集えるこの店を設けたことさえ未だ納得をしていない者も多い。あなたが本当に各社だというのなら頼みがあります。この国の民の感情を変えるため手を貸してくれませんか。その見返りにバタルの滞在許可証を渡しましょう。それがあればバクバタル内での活動を咎められることはありません。そうですか、ならばこれを渡しておきます。それを万兵に見せれば首都に入ることができます。その上で我が国の民に困りごとでもあれば助力をしてください。かたくなにポーンの民を虐げんとする彼らもポーンの手助けで窮地を脱せたとなれば少しは感情が和らぐでしょう。地道な方法ですが、それが唯一の解決法です。少なくとも私はそう信じています。ご助力ください。さすがは各社様、しっかりと成長されましたね。継続の力に感服です。できることがある限り立ち止まりはしません。どうです？見てみますか？そうだ、これを使えば。
らっしゃい。なあ、聞いたか？ギッシャ襲撃の犯人が捕まったらしいぞ。いや、それが捕まったのは下っ端だけだし、ボスは取り逃がしたって話だ。ベンヤミン隊長はさぞ悔しがってただろうよ。それでベンヤミンのやつ、盗賊団を根絶やしにするために取り調べを続けてるらしい。この町の、そして俺らの飯のためにも壊滅してほしいもんだね。いらないものは思い切って捨てましょう。重いと動きが鈍くなります。気をつけましょう。これは遠方に移動できそうな仕掛けです。使えば面白いかも。いいですね、これ。私たちのために用意されたかのようです。あなたの求めるカンナギの声についての知識、それはこの国の金樹キュリーンが握っています。まずはオルタバタル海岸に行くのです。そこにいるアンブロシウスという男と話しなさい。彼は金樹キュリーンの研究員。あなたの求めることを知っているでしょう。治療なら私に任せてください。俺が誰だか分かっているのか。あっち行ってな。ギッシャに乗れば比較的安全に移動できます。景色を見ながら歌ったね。それもいいですね。あんた彫像には詳しいのか？魔物の彫像を見たことはあるか？少し前、発掘現場の西あたりで大量の魔物の彫像が見つかったんだ。それはもう素晴らしい出来で、まるで本物みたいだったよ。これが小塚にいい値段で売れてな。昔一つ手に入れてボロ儲けしたんだよ。もっと手に入りゃいいんだがな。ここでの女王の振る舞いは、臣民に寄り添って尊敬と親愛の心を得ているようです。女王様が毎日民と共に祈りを捧げる。バクバタルの風景は王と民の近しさを感じます。国が違うことを強く感じます。ベルンワースの民にはこのような視線はありません。
のあなた、バタルに家はお持ちかしら。もしまだなら購入をおすすめしますよ。あなたはどうやらポーンと旅をしておられるようですね。この国ではポーンは何かと煙たがられる存在。ゆっくりと身支度を整えるのにも自分の家があれば好都合というものです。いかがですか。それが賢明です。バタルでの滞在の無事を祈ってますよ。渡しておくわ。無事設置できました。ここに戻るには。おお、あなたは。月謝襲撃事件の時はありがとうございました。あの時に捕まっていたヒューゴという盗賊ですが、何をしても情報を話してはくれないようです。今は取り調べも終わって牢獄に戻されていますが、もしよければあなたから話してみてくれませんか。反応を見るにあなたとは知り合いみたいですから、多少は口が軽くなるかもしれません。まだ明るいですが、睡眠。今日も一日いいことがありそうですね。やることはたくさんあります。目覚めの気分はどうですか。